八田駅。八田駅は、愛知県名古屋市中村区、中川区にある、東海旅客鉄道、JR 東海、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄の駅である。JR 東海の関西本線、名古屋地区と名古屋市営地下鉄の東山線との接続駅であり、JR の駅には、CJ01、地下鉄の駅には、H02 の駅番号が設定されている。 近隣に近畿日本鉄道近鉄名古屋線の近鉄八田駅があり乗り換えが可能となっている JR の事務管理コードは53802を使用している島式ホーム1面2線と短式ホーム1面1線合計2面3線のホームを有する高架駅路線は東西に通っており島式ホームは北側に短式ホームは南側にある 関式ホームに隣接する路線が1番線、下り本線、島式ホーム南側が2番線、中線、北側が3番線、上り本線となっている。国鉄時代に、関西線四日市駅方面名古屋臨海、高速鉄道西名古屋高線、青波、1名古屋貨物ターミナル駅方面を結ぶ、貨物列車のために、当駅から名古屋貨物ターミナル方面、 現在の嵐湖駅付近で、属するを結ぶデルタ線が計画されたが、南方貨物線計画頓挫とと共に断念された。現在、取得してあった用地は道路及び住宅地に転用されている。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で、桑名駅が当駅を管理している。高架下の駅舎内には JR 全線切符売り場が設けられている。 JR の特定特使内制度における名古屋市内の駅である。2番線には2015年3月14日のダイヤ改正にて土曜、休日に1本、快速、見え退避のため、下り普通列車が発着する。その他は主に貨物列車の退避用に使用されている。地上駅時代の八田駅は、現在より500メートル西側の中川区、八田本町に位置した。 かつてより、八田総合駅構想があり、旧国鉄時代から、名古屋市は駅の現在地への移転を求めてきたが、当時は貨物の取り扱駅でありこれに伴う移転費用など、協議が難航していた。また周辺は南北に走る幹線道路があるが、名古屋中心部と比べ道路幅は狭く交通渋滞が頻繁であった。さらに朝夕の通勤時間帯には、関西本線と、 並行して走る近鉄名古屋線の列車本数が多くなることか、開かずの踏切が発生し車や歩行者による鉄道事故が起きやすくなっていた。このことにより、連続立体交差化事業計画が持ち上がった。国鉄民営化後に貨物の取り扱いを廃止により駅移転の協議が両社間で進むことになり、JR 発田駅移転及び JR 線、 近鉄線連続立体交差化事業を一括にして、工事を行うことになった。駅移転工事の際、対比線となっていた抽選が使用できなくなることから、列車の運行に支障が出ないよう、八田、春田、当時は、春田信号場間に、伏せや信号場が1998年9月28日、開設した。駅移転及び連続立体交差工事は、 上り線側から始まり2002年4月7日、駅移転工事が完成。駅ホームは下り線を2番、現在は対比線の中線、上り線は3番として暫定開業した。現在の1番線、駅前ロータリー側のホーム下は移転用の仮設線路を設けていたために未完成のままだった。先行して開業した2.3番ホームはポイント。 および信号設備等の関係で2番線の下り線は、ナフルより、3番線の上り線は、クアナよりにそれぞれ乗車口があった。その後、2003年10月31日に、現在の下り線となる1番ホームが完成。暫定だった、下り線2番ホームは対比線の切り替え工事を行いその後、抽選となり全面開業した。 これにより、伏せや信号場はその役割を果たし2005年に1月30日、廃止された。こうして JR、地下鉄、近鉄の乗り換えの距離が短縮され、同時に周辺の踏切も撤去され、幹線道路の拡幅や、駅前も整備もされた。ただし、同じ名古屋市にある、金山総合駅に比べると規模は、小ささ、普通列車しか停車しない。 2015年現在、鉄道3線のうちでは地下鉄の利用者が最も多い。なお現在の JR 駅の位置は高架構えの近鉄八田駅の位置に近いところにある。当駅付近の JR 関西線を複線化する計画があるが、2013年9月現在において事業が凍結されたままとなっている。島式ホーム1面2線を有する地下駅。 1961年の都市計画決定では終点の予定であったが建設時に隣の高畑駅を終点にすることに変更された。出入り口は4カ所で1.4番出入り口は中川区、2.3番出入り口は中村区に位置する。JR や近鉄への連絡階段は2.3番出入り口へ向かう通路の途中から分かれている。改札外のエレベーターは JR 駅舎横へつながっている。当駅は東山線駅、勤むく名古屋管区駅の管轄である。なお、駅業務は2016年、平成28年4月1日より、遠駅スパート株式会社へ委託されている。名古屋市東計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。地下鉄は次の高端駅で終点となるため、 利用客のほとんどが名古屋、坂藤ヶ丘方面へ向かう。名古屋駅までの所要時間は JR、近鉄より長いが乗り換えなしで名古屋駅を越えて坂や今池などへ行けるのと平日ラッシュ時は列車が最短2分間隔で走っているため JR や近鉄より利用客が多くなっている。八田駅から徒歩県内伸ばし停留所としては地下鉄八田、八田駅。 波木二丁目、勝町の四停留所が存在する。いずれも名古屋市営バスが乗り入れる。八田駅、バスターミナル開業前、柳瀬町停留所、勝町停留所の西隣は、八田駅前という名称であった。駅から南に徒歩10分ほど、JR 駅前のバスターミナル、2006年の JR 八田駅の駅前広場完成と同時に設置され、乗り入れるようになった。 それまでは深夜2を除き地下鉄高畑発着。発着系統本数とも少ないため乗車艇、降車艇とも1カ所ずつしかない。中川コロナワールド駅の無料シャトルバスもバスターミナル内から発車している。駅から北に10分ほど楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。